ファブリックチャンネル始まるよ。こんにちは、ハイブリッコちゃんです。今日も、長野県長野市茶臼山恐竜公園に来ています。はい、では階段を下ります。恐竜はどこかな。あそこにちょっとだけちらっとね、パコって顔が出てますけど、黒い恐竜がいます。これはね、ピョカって、あれカカにいるぜっつってね、いますね。どうやってこれ下行くんだろう。これ行けるんですかね。はい、ではずんずんと下ってまいりました。はい、ここにまたね、また大きな恐竜がいらっしゃいますね。こっち見てる、なんか食べてるね。やっぱり葉っぱかな。この恐竜は、大きいですね。この恐竜はディプロドクス、ディプロドクス、ニックネームロングネック。あ、確かにね。長い首、ロングネック、ね、首が長い草食恐竜ですね。雷竜、首は骨が15個もあり、はあ、人間は7個だったっけな。ねえ、首の骨すごいね。人間の倍以上の骨が、肩こ、あ、肩ないか、肩ないわね。首が長いと肩凝りそうだと思ったけどね、肩なかった恐竜、大きいですね。これも何なんだっけ、名前なんだっけ、あ、ロングネック、ロングネックね、かっこいい、ロングネック。装飾なので顔が優しい顔をしておりますね。足は3本、足の指なのかな、3本しかない、3本しかないね。爪切りが楽ね、爪切り楽です。3本、あ、後ろは4本ですね。大きいですよ。彼も緑色してますね。緑色、恐竜はやっぱりね、イメージは緑カラーですが、彼も滑り台ね、やっぱ活用しなくちゃね、この長さを ね、ただ長い尻尾じゃダメっていう、長さ長いから活用してくださいってことでね、きっと滑り台なってますね。子供たちってね、滑り台だよってことで、はい、いやー、大きいですね。ロングネック、首長いけど全体に長い、はい、
きい。はい、首長い、ロングネック、肩凝らない。本日もハイブリッコチャンネルご覧いただきありがとうございました。ハイブリッコちゃんは、Facebook、Twitter、Instagram もやっております。そちらの方もフォローをぜひぜひよろしくお願いいたします。バイバーイ。